ミユです。姓は一応エーデルフェルトと。ステッキのマジカルサファイアと申します。姉がご迷惑をおかけしていませんでしょうか。転身完了。これがいつもの戦闘服です。そういえばこれを見たお兄ちゃんはなぜか微妙な表情をしてたけど、もしかしてこの格好変なのかな。いいえ、全くもって健全なフォームであると断言いたします。もう少しで何か霊気に変化が起こりそうです。そうです、私の本当の名前は杯美雨と、人の願いを叶える杯の神稚語。その失われたはずの性質が再現されました。マスター、どうかあなたの願いが良きものでありますように。月のない夜でもきらめく星が空を彩るように、一人一人の小さな願いが世界を紡いでいるんですね。私の夜空にまた一つ大切な星が生まれました。今はまだ小さな光だけど、いつかきっと月よりも明るく輝く星にしてみせます。マスターですか。私のマスターはこれで二人目です。青くて金色の方がミユ様のマスターを自称されていましたね。ではあちらをグレートマスター、こちらをグランドマスターとお呼びしましょう。それってどっちのマスターが役職として上なの。命令されることには慣れています。私はずっと狭い世界で生きてきて、常に年上の人に行動を制限されていましたので、いえ不幸ではありませんでした。それは私を守るための措置だったのだと今ではわかりますから。聖杯、あらゆる願いを叶える器、私は知っています。そんなものを前にして自分ではなく誰かのために小さな願いを捧げられる人たちがいることを。マスターですか。私のマスターはこれで二人目です。青くて金色の方がミユ様のマスターを自称されていましたね。ではあちらをグレートマスター、こちらをグランドマスターとお呼びしましょう。マスターですか。私のマスターはこれで二人目です。青くて金色の方がミユ様のマスターを自称されていましたね。ではあちらをグレートマスター、こちらをグランドマスターとお呼びしましょう。それってどっちのマスターが役職として上なの。命令されることには慣れています。私はずっと狭い世界で生きてきて、常に年上の人に行動を制限されていましたので、いえ不幸ではありませんでした。それは私を守るための措置だったのだと今ではわかりますから。聖杯、あらゆる願いを叶える器、私は知っています。そんなものを前にして自分ではなく誰かのために小さな願いを捧げられる人たちがいることを。マスターですか。
私のマスターはこれで二人目です。青くて金色の方がミュー様のマスターを自称されていましたね。ではあちらをグレートマスター、こちらをグランドマスターとお呼びしましょう。それってどっちのマスターが役職として上なの？命令されることには慣れています。私はずっと狭い世界で生きてきて、常に年上の人に行動を制限されていましたので、いえ、不幸ではありませんでした。それは私を守るための措置だったのだと今ではわかりますから。聖杯、あらゆる願いを叶える器、私は知っています。そんなものを前にして、自分ではなく誰かのために小さな願いを捧げられる人たちがいることを。お疲れ様です。マスターは勤勉ですね。今日はどんな任務でしょうか？カルデアは賑やかですね。なんだかイリアたちと一緒にいる時みたい。私の準備はできています。いつでも呼んでください。お疲れ様です。マスターは勤勉ですね。今日はどんな任務でしょうか？